川の流れのように、そして流れに逆らう鮭のようにってありますけどもね、確かね、魚の中には流れに沿ってこう流されていく魚と流れに逆らって進む魚っていたんではないかなと思います。そして私たちは人間ですから、まあ、魚に例えられない部分がないでもないんですけども、まあ、私たちはどうするのかなってことですよね。で、まあ、吉田さんもね言われてましたけども、じゃあ飲食店をやってました、コロナが来ました、あ、これは無理だなと思って流れに逆らわずに廃業する、多分ねその選択ってのは、うん、正解であることが多いと思うんですよね。まあ、飲食店ってのは非常にリスクが高くて、そして粗利がすごくね小さいということはずっと言われていたのと、飲食店は多すぎて過当競争になっているところがあってね、でやっぱりこう緩やかに真綿で首が締まっているところはあったんではないかなと思うんですよ。それを今回の、まあ、コロナショックでね、うん、やっぱりこう流れに合わせて正解する理想的な例としては、まあ、飲食店の経営をこの度やめてですね IT の方に入っていくっていう、そのやっぱ IT 時代に入ってるわけですから、その流れに合わせて IT に行ったよっていうのが、まあ、多分理想的なんじゃないかなと思うんですよ。で、言いたいことっていうのは、時代が変わったんだから、その、まあ、好きでねやってんならしょうがないんですよ、リスクを抱えてやるならしょうがないんですけども、私もですねできれば店舗をやりたかったなっていうふうな思いはありました。自分の店を閉めながらね、わあやりたいなと、自分の力がないばっかりにみたいな、でもそれに逆らってやることはもうすでに状況的にも資金的にも精神的にもできなかったんですよね。でも資金が無限にあるんだったら、それは店舗をねずっと続けたかったと思いますよ、儲からなくても。で、最後の1店舗を手放した時に、あ、本当にね、流れに抗って借金を大きく抱えてしまったと思いました。流れに逆らうとこういうふうなダメージがあるんだなと。で、そっからインターネットの世界に入っていって、まあ、時代はインターネットですから、10年先20年先、そして自分の体力が衰えていくこととか、自分の余剰時間を作ることを考えたら、まあこれは IT に入っていくしかないかなと思ったんで、やってみたらまさにその流れに沿うようにですね、私は人生がねちょっとこう良くなったかなと、そして今に至るのかなと思ってるんですよ。このように40歳からでも世の中の流れに逆らないように従ってきた結果、私は浮かび上がることができたかなと思います。もちろん流れに逆らって飲食店をね試行錯誤して続けていく方法もあったでしょう、麻雀店をやる方法もあったでしょう。でも今頃考えると、あの状態で無理に続けてコロナショックが来たら、まあ私の人生っていうか、こうやって動画を撮ってることはないでしょうね、きっとね。つまり YouTube を通じて出会った多くの方との感動はなかったってことなんですよ。当然吉谷さんとのやり取りもないですね、何にもないと。何があったんだろうかなと、多分家庭もないと思いますしね、まあ落ちんでたんじゃないかなと思います。ということで、流れに沿って流れに合わせて流れる人と、それから流れに逆らってね、うん、走り続ける人、まあ結果論から、言えば、私は流れに流されてよかったなと。 IT の流れが来てるところに IT の流れにこうね流されていったと。でもどうしても頑固に旧世代型のビジネスをされたい方、かなりしんどいと思いますけども、流れに逆らってそこで掴み得るものもあったと思います。これはね、人生がね何パターンも同時に生きれるんだったら検証のしようがあるんですけども、ないんでね、私は流れに逆らわずにパソコンとかインターネットを受け入れた結果、まあまあ良かったかなっていうところですね。やはり川の流れのようにというところになってしまうなと。もちろん鮭のようにね、流れに抵抗していくその強さとかもあると思います。結局どちらの道をやるにしろ、希望もリスクもあるということなんですかね。どうなんですかね。まあやり続ければいいというもんでもないかなと。私が麻雀店をやり続けたらとんでもないことになってると思いますんでね。だから続ければいいってもんではないかなと。まああくまでも、流れが来てるものとか、上りのエスカレーターであるものとかね、下りのエスカレーターなのかってことをちゃんと見極められて、自分は流れに沿った方がいいのか、流れに逆らった方がいいのかってことはちゃんと自己判断できるっていうところが前提なのかなと思いますね。いってらっしゃい。